うん、あったよね、あったよね。通貨大学のここに向かってるね。大丈夫ですね。ここの地図で確認するってあるのか。もうここか。意外とあっさりついた。通貨大学だ。そうですね、今は通貨大学ですね、正式名称が。あっさりついたな。これ裏門の方だと思いますけどね。まずキャンパスで、共栄学園か、私立ですね。で、この正面まで回ってみるか。よいしょ。こっちから正面に回れるはずだけど、まあ、どうせ次の列車まで時間もありますからね。バス来たらバスだともいいやって気分にはなってる。はい、これ海洋通り中央、まあこっちのバス時間もほぼあれですもんね。よし、まあ大学の前まで行きましょうか。多分その交差点曲がったらいいはずなんですけどね。よし、バス停もかなり頻度短めに設定してありますね。住宅街ですからね。うん、あ、でも毎回出るとか9割以上ですもんね、この辺りは。で、越えたら太陽通りか。で、この先のところですかね。まっすぐ行くんじゃなくて、地図だとなんかまっすぐ行くような感じですけど、曲がったで、あれ違うか。まっすぐ行った方がいいのか。まだ真っ直ぐ行った方がいいのか。中学受験、高校受験ね。まあ、受験関係はもう普通段落してますもんね。後期、高校入試の後期も終わってますもんね。合ってんのかな、これ。住宅地だからな。わからなくなってくんだよな。地図を見ればね。そんな時のための地図ですからね。やっぱさっきの曲がらないのダメだ、全然ダメだ、こっちじゃ。全然ダメだね。そうだね、そりゃそうだ、やっぱそうだ。
よいしょ。最近こう、ね、地図を見ると効率よく進めますね。うん、この先ただの住宅街、しかもそのままドン付きの袋工事や。うん、何の問いだかもね。この子とか見るんだったら、なんならバーチャル機関散歩の方がもう、あれで買った方が、取れたか変わらんもんな。あれ取ってる暇がないんだよな。意外とね。はぁ。編集。いやぁ、本数が増えてますからね、今。よいしょ。ああ、いや、うん、あわやくわたすか。こっちね。これが大学の表玄関かな。よいしょ。消防団の敷地もあるんですね。この辺りは全部鈴鹿大学のやつですね。はあ、森の町来た。はあ、でこっちが鈴鹿大学の正面玄関ですね。こんな感じなんですね、正面。なるほどな。あ、ここは。ここは横断歩道になってないのか。ここにセブンあるし。一応信号、あれかな。対象、ここに信号機ありますもんね。ただ十字路なんだ。あ、パッと見てキャンバスが見えるのが面白いですね。下下ってたところにあるのかな。ちょうど中京大学と逆の作りか。中京はそれとも矢田さんとか、他のね、元側の方に門があって、で、建物が上の方にもあったので、すっげえ高く見えますけどね。うん、実際、矢田は結構回数高いか。矢田は高いような作りで。まあ、駅の真ん前というかもうど真ん中にありますね。トヨタはトヨタで、ね、あっちは敷地は広いですからね。
多分名古屋県の大学では屈指の広さじゃないかな。キャンパスの広さですの、あのあれがありますからね、スポーツ施設がいろいろとありますからね。端から端まで歩くと本当大変。